土屋武氏は日本のレーシングドライバーエンジニア。神奈川県藤沢市出身。神奈川県立湘南高等学校出身。父はレーシングチーム監督、エンジニアの土屋春夫。子供の頃はプロ野球選手になりたいと思っていたが、父、春夫のレースガレージ土屋エンジニアリングの活動をサーキットで見てレースに興味を持ち、レーサーになろうと決心する。 しかし父はこれに猛反対し、県内有数の進学校の高校に進学することを条件に認めるといったところ、これをクリアした。こうした熱意からついにレーサーになることを認められた。1989年にカートレースデビュー。1992年に FJ1600 でレースデビューし、デビュー戦で優勝。また、この年にはテレビ番組、天才、 たけしの元気が出るテレビの企画目指せポールポジションに参加1994年には全日本 F3 選手権にステップアップする1995年には全日本 GT 選手権にスポット参戦を開始1997年には GT300 クラスに春尾が手掛けた土屋 MR2 でフル参戦を果たす1998年は GT500 クラスに初のフル参戦。1999年には再び GT300 クラスに戻り、ザナビより、日産、シルビアをドライブし、シリーズ2位を獲得。2000年には、GT500 へ最小格隠しムエスより、トヨタスープラで参戦した。当時は、JGTC では良い結果を出していたものの、フォーミュラではあまり良い結果が出なかったため、典型的な 箱ドライバーとしての評価が一般的だったが、本人自身はフォーミュラ志向が非常に強く、そのチャンスを得るために2000年には自費でフォーミュラ日本にスポット参戦。それまでプロドライバーとして溜め込んだ貯金をすべてはたいたという、この参戦は10位という結果に終わるものの、この時のドライビングが関係者の注目を浴び、2001年にはアータより、 ホーミュラ日本へのフル参戦が実現し、2002年には自己最高位であるシリーズ4位の成績を収めている。2003年はアータが撤退したためチームルーマに移籍し参戦した。2006年はホーミュラ日本のレギュレーションが大幅に変更された改革元年であり、新規に参戦するチームが増加したが、その新規チームの一つであるトムスから参戦している。一方、 JGTC では2003年に元 F1 ドライバーのエリック・コマスをパートナーに最終戦までシリーズチャンピオン争いを展開するが惜しくもチャンピオン獲得を逃している。その後2004年はマルコ・アピチェラをパートナーに参戦。スーパー GT に名称が変更された2005年はジェームス・コートニーをパートナーに参戦した。この年も最終戦までチャンピオン争いをするが 惜しくも逃してしまった。2006年からは土屋エンジニアリングに復帰し参戦するが予想外の苦戦となり2002年の第3戦以来続いていた連続ポイント獲得記録がこの年の第5戦でストップしている2007年はフォーミュラ日本のシートを喪失したがスーパー GT には前年と同様の体制で臨んでいる2008年はドコモダンデライオンから フォーミュラ日本に参戦したが、シーズン終了後、チャンピオンを狙う体力がなくなったことを理由に、フォーミュラ日本引退を表明した一方で前年と同じ体制で参戦したスーパー GT では、現役続行を宣言している。2009年は一つ山レーシングからアストン・マーティン、DBR9 で GT500 クラスに参戦する。一方で、フォーミュラ日本に参戦するドライバーたちで構成される。 フォーミュラレーシングドライバーアソシエーションの会長に就任し、フォーミュラ日本参戦経験者としての立場から、ドライバーの要望を主催者側に伝える役割を担う、ことになった。2010年は、GT300 クラスに、自らのチームである、チームサムライで、第3戦より、GT300 クラスに、ポルシェ 997GT3RSR で参戦する。さらに、友人である、 青木拓馬と共に新たに、拓馬 GP チーム小町を結成し、スーパー対 9ST4 クラスに参戦する。これに伴い、藤沢市に自ら経営するメンテナンスガレージとして、サムライガレージをオープンさせた。2011年からは、チームルマンから独立し、フォーミュラ日本に参入するキグナシスノコの監督に就任する。 2013.2014年にはマカオグランプリ、2014年にはアジアンルマンシリーズなど海外レース GT レースにも参加した。2015年は2008年限りで活動休止となっていた土屋エンジニアリングの名称を引き継ぎ、マザーシャシーを用いて独自開発したトヨタ86で GT300 クラスに参戦する。第6戦すにおいて、 今シーズン初優勝とともに、1999年以来、実に16年ぶりの優勝を果たす。2016年も、前年と同じく、松井高義とのコンビで、GT300 に参戦。この年で、レギュラードライバーを優待することを発表したため、最後のフルシーズン参戦となる。そして最終戦を含め2勝を飾り、マザーシャシー勢初発にして、 最後のチャンスで自身初のチャンピオンに輝いた。またこの年、トヨタ画像レーシングの一員として、レクサス RCF で、ニュルブルクリンク24時間にデビュー、SP プロクラス優勝を収めている。スーパー GT のフル参戦を止めただけで、完全にドライバーとして引退するわけではないことを常々語っており、事実2018年には、ニュルブルクリンク24時間に、 レクサス画像レーシングからレクサス LC で参戦した。またスーパー GT に加えてスーパー耐久でもレクサス RCFGT3 をカルマックスレーシングのチーフエンジニアに就任した。サーキット以外では J スポーツのモータースポーツ中継で時折解説者も務めている。過去のドライバー経験はもちろんのこと土屋エンジニアリングで メカニックとしての修行を積んだ経験もあるため、ドライバーエンジニア双方の目線からの解説を一人でこなせる強みを持っている。ありがとうございます。